西口北口東側大森駅は東京都大田区大森北一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK18 乗り入れている路線は線路名称上は東海道本線であるが、当駅には電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では東海道線とは案内されていない。また、 JR の特定特市内制度における東京都区内に属する。当駅は新橋横浜間開業の4年後に開業した非常に歴史の古い駅である。もともとは線路の保守点検を行う工夫の詰め所であったが、それが不要になり、駅舎に転用された。京浜間の電車運行開始後は、客車列車の通過が増え、昭和初期に停車がなくなって、 電車専用の駅となった。その後も、列車線ホームは長い間残っていたが、駅の改築に伴って1984年までに解体された。その名残で、列車線上り線時と下り線時の間隔が少々広く、広告ボードが設置されている。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。緑の窓口。 自動改札機、指定席券売機設置駅。ホームの中央にある日本考古学発祥の地と刻された石の標柱は、1877年にエドワード、S ・エスモースが大森貝塚を発見したことを記念するもの。柱の上に乗るのは、その時発掘された土器の一つを再現したブロンズ像である。元は高さ12.5センチメートルだが、 二倍に拡大してある。トイレは中央口改札内にあり、多機能トイレも設置されている。エスカレーターは中央改札口域のみで、上りは横並びに二人、下りは横並びに一人のみと異なる。メーカーは日立。2020年度の1日平均乗車辞任は69,857人である。JR 東日本の駅では、 大井町駅に次いで第45位。近年の1日平均乗車辞任の推移は下記の通り。東海道線を挟んで東側は宿場町が発展した今日の町であるが西側はどちらかというと古くからのお屋敷町といった感がある。南側の駅ビル北側の駅ビル地形の高低差が大きく、また駅前のロータリーなどはない。 線路に並行する池上通り沿いに商店街が形成されている。あとで、大森前を中心に駅前ロータリーが整備されており、ロータリー南側は繁華街、北側はオフィス街が広がっている。京浜急行電鉄本線の大森海岸駅とは、東へ500メートルほど離れている。東駅東口発着のバスは、京浜急行バスが、 西口と山王口発着は東急バスが担当している。この他、東京都交通局の都営バスも1984年2月15日まで、杉並営業所が山王口に乗り入れ、品川営業所も1970年12月27日まで、東口に、1977年12月16日まで、西口にそれぞれ乗り入れていた。 東口バス乗り場景品急行バス担当は森11.2123系統が、羽田営業所、それ以外はすべて大森営業所である。注釈出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。